はい、ソルデンです、今日もね美味しい料理作っちゃいます。それではスタート。はい、ソルデンです。今日はね広告チラシですね。チラシで、まあね箱をね作りたいと思います。まあみかんとかねこう皮とか、入れる箱ですね。それではね、まあ皆さんもね作り方知ってるかとは思うんですけどね、まあご紹介したいと思います。まあ一番簡単な、作り方でね、オーソドックスな作り方でねご紹介したいと思います。まず広告1枚半分に折ります。はい、そしてもう半分ですね。はい、で折ったらですね、この間ですね、この間を広げます。反対側もね、同様に広げてください。はい、そしたらですね、ここ穴が袋状になってるんですけど、これが隠れるようにこういう風にねやってください。で反対側もここが隠れるように1枚折り返します。そうするとこんな状態ですね。この中が袋状になってる場所になります。はい、そしたらですね、こちらをこういう風に真ん中まで端っこを折り曲げます。こっち側もね同様に半分のところまで曲げてください。で裏も同じように折り曲げます。はい、そしたらですね、この一番上のトップのところですね、この境目を基準にまた折り曲げます。裏側も折り曲げます。はい、あとこう広げた時にね、この引っ張るところがねちょっと邪魔になるのでね、ここのね真ん中をまあハサミでもいいんですけど、まあ手でもいいんでこう破ってください。破ったらですね、ここに三角形のここにですね、この折り目をね、曲げて入れます。こんな感じです。で反対側もここを破ってを内側に折り込むと綺麗に、ね、収納されます。あとは広げるだけです。はい、これでね箱になります。まあこたつでね、みかんとか食べて皮とかねこう入れたりとか、まあちょっとした小塚もですね